ですね、こちらの花壇はこういうふうに屋根付きでね、こんな感じになってるんですけど、こちらの方の花壇はですね、何もほら屋根がないよね。ですのでいろいろ多肉を植えてもね、もう今ね雑草も伸び放題だしね、強いね修理にしてもね、なかなかね、野ざらしだし、霜にも当たるからですね、ここでのね生育中は難しいんで、こちらにね屋根をつけてね、いろいろね、こちらのね、花壇をね、改造していきたいと思います。どんな感じになりますかね。多分ね何回かにわたっての動画撮影になると思いますけども、よろしくお願いしたいと思います。先日ねちょっとね田舎に帰ってね、面白いものを見つけたんでね、それをね、こちらのスペースにね、オブジェ的にねちょっと置いてみたいと思います。どんな感じになるかね、自分もねちょっと据えてみて考えようかなと思ってるんでですね、こんな感じ、据える前はこんな感じですね。はい、庭のねこの花壇のね改装するにあたっていろいろね、あちらのね山帽子とかねオリーブの木を整理しました。そしたらねこういったのがねこういうふうにね、ハンギングであって、これもね塗装し直さないといけないんですけどね、こういうふうに引っ掛けてるんですよ。こういうふうにね、わかります、こういうふうにこれでこう引っ掛けてるんですよ。こんな感じでね、こういうふうにこういうふうに引っ掛けてます。金具を使ってね、 L 字のこういうやつですよね、こういう感じ。これがね綺麗に出てきました。こういうツタでね覆われてたんですけどね、でもかなりね劣化してるんで、これはまたね綺麗に磨いてですね、またかけようかなと思います。それとねこういう感じでね、オブジェって言ってたのがこれなんですよ、これです。昔のね石臼なんですよね、こういう風になってますよ、こういう風にね、ここに棒とかを入れてねこうぐるぐる回すよね、ここに入れて、これがねこうやってうっ取るとねこういう風になってるんですよ、こんな感じですよ、こんな感じね。このね鉄の棒にこれこう入れてね、ここをね、でこっから昔は、なんかあれを入れてたね、なんか麦じゃねえけどなんかそば粉かなんか知らんけど入れて、これがぐる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 回るんですよね、ぐる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 、これがね取りながらやから回しきらんけどね。だからこういう穴にねなんか植えて、これねこういうね、こういうふうに流れるようなんですよね、こういうふうにね、これをオブジェでねやっていこうと思います。なかなかかっこよくないですか、これがね、こんな感じで。もうこれがね雑草もひどいしね、とりあえずもうこちらを据える時にねもうごちゃごちゃこっちに寄せたんですね、こういうセダムとかね、こういうね修理とかもねこういう抜いたままでね、だからちょっとここら辺も整理してですねやっていこうと思います。けどねほんとね山帽子とかオリーブがなくなったんで随分すっきりしました、ここはね。はい、こういう感じで、とりあえずはそうですね、これの花壇をね雑草を抜いて苗を整理して、ちょっとね土もねこういうねボラ土をいっぱい買ってきてるの、こういうねこういうふうに買ってきてるので、ちょっと土壌改良、水はけがいいよね、これ土壌改良して、これのねハンギングのこれも、やり替えをしてですね、あとは実はこれにこの塀にね屋根をつけようと思ってます、こちらをね、こことここの、2連でね、屋根をつけていきます。そのね、こうなんかな、やってるこう、工程というかね、そういったやつを、動画にしていきたいと思います。何回になりますかね、分かりませんけどね、はい、そういったことでやっていこうと思います。
なかなか一緒田舎にずっとあったんですよね、はい、こちらを持ってきました。でここのねこういうふうにねありますからね、穴もこう開いてまして、これね、はい、ここに何かをね、植えると感じがいいかなと。水はここからねこの隙間からこう流れるんでね、木立ち製のやつがいいでしょうね、こういうやつなんで、それを植えていこうかなと思ってます。はい、とりあえずこんなとこですかね。はい、一旦止めますね。はい、これがですね、先ほどね、塀にね、かけてあった何ち言えばいいかな、これね、ハンギングのこうプレートというかね、こういうやつです。もうかなりね、太陽光とかね紫外線による劣化とか汚れでねこういう風になってます。で普通ね、オイルステイン塗ってるんで上塗りもいいんですけどね、もうここまで来ると一度この汚れをね取らないとなかなかちょっとね上塗りしても難しいんで、そういう時にね自分はこういうねランダムサンダーを使ってます。これですね、こうやってねスイッチ入れるとこう回るんですよね。こうやって回ってこれで磨きます。今から音がねうるさいかもしれませんけどね、また例のこと取りながら磨いていきますよ。これねうるさいと思います。今から行きます。はい、これをですね、手でねヤスリでこう磨いててもかなりね、時間かかりますけど、こういう風なねランダムサンダーを使えばこういう風ねあっという間にね汚れが取れます。こういったところはやっぱ木痩せしてるんでね、こう年輪のとこだけは削れるけどこういったとこは削れにくいんですね。けどまあこれぐらいね、汚れを取ればいいと思います。だから、ランダムサンダーというのはねこういうこう面をね落としたりするのもいいけど、こういうね汚れ取りにも使えますからね、はい、すごく楽ですよ。こうやって撮影しながらね片手でもこう作業できましたからね、はい、こういうねランダムサンダーという機械があります。もう一個もね、この後ね、汚れを取っていこうと思います。でその後が、再塗装ということですね。はい、はい、磨いた後ね、再塗装、これをねブラックで塗りました。太陽のね光を受けやすいこの板面ね、後ろのこういったところにはね、ちょっと手抜きして塗ってないんですけどね、この正面の板だけをね、塗り替えました。こういうふうにねブラックで、これをねこのまま使うか分かりません。屋根をねつけた後にこれがその裏面にね、この裏面につけるかもしれんし、このまんまね生かすかもわからないですけど、それはね屋根をつけながらね、考えていきたいと思います。第1弾としては、こういったとこですかね、改造計画みたいなね、第1弾はそういうことで終わりたいと思います。雨も降ってきたんでね。はい、それではまた。